はい、こんにちは。イエムイズナグルです。はい、皆さんお久しぶりです。というわけで、はい、マリック上級曲で、はい、ウェアースね、ちょっと読んでみたいなと思います。で、今回ちょっとストック2つ用意してあるので、まあ、チャンスは今回は2回、はい、ということになるんですけども、やっていこうかなと思います。で、今回やっぱりさすがに毎度ね、上級曲は適性がかなり少ないので、あらかじめ、地雷収録。地雷収録、カッコ飛行ボックス作らせていただきました。でね、まあ元々でもそもそも、はい、少ないね、少なかったっていうのがあるんで、はい、まあでも当たり外れはっきりしてますね。はっきりしてる、うん、で今回は一応ちょっと遊戯王コラボの方のカードはなしでやらせていただきます。でも、1枚ちょっとね、スペシャルカードを投入しようかなと思います、はい、これエグゾディアですよね。これエグゾディア、はい、これ引いたら、これ引いたらもう勝ちでしょ。これそういったら勝ちにわかりました。しようか。まあこれはね、はい、先日村井さんの方で、はい、マックス村井さん、うん、村井チャンネルさんの方で上がった動画を見ていただいたら分かると思うんですけども、うん、幻の超絶レアカード、はい、マックス村井カードはね、僕らしか持ってないですね、今回。そう、僕らしか持ってない。世界に本当にこれは1枚しかない、うん、マジで1枚しかない、うん、ブライゼル厳重保管してるんですけども、はい、これを今回入れさせていただきまして、はい、やっていこうかなと思います。結構でもね、引く格も差あるんですよ。いや、引く格も少ない。引く格も少ない。割と少ない。引く格も少ない。じゃあどうぞ。これ大事だよ。ああ、いや本当当たりも中間っすね、こいつ。当たり外れで言うと2ライかない。ああ、入れてる人いましたね。うん、2ライかない。降臨では貴重な、そうですね、降臨パでやるってなると2ライか7一本入ってくるかなと。キャロル・シンスケとか持ってないんですね。エクゾディア、これ1回目だからね。エクゾディア。おお、あっち、待って。はい、アボロ。え、これ熱くないですか。超適性あるぞ、ワンチャンあるぞ。超適性きました。いや、紋章5か。アボロ、自分紋章ついてるから。いやー、きついな、これは。誰だ、リュークス。綺麗な方。あー、エスカトロジーか。綺麗な方。はい。降臨パスね、今んとこ。ラスト。いや、降臨パやな。フレンドアップロね。これ、メクスで引くしかないっすね。三属性、綺麗だな、久々の人。しかも、光欲しいっすね、一本。なんかね、なんだ。消せねえんだよな。あー、きついなー。見事にこれ氷だな、カイン。いや、きついなーこれー。はい、というわけで、はい、いや、きついこれ。カイン、アポロ、ニラカナ、エスカトロジーで1回目挑んでまいりたいと思います。はい、はい、どうどうするよ、これ。まあ、ちょっと最初じゃあ普通にやりいきます。とりあえず、ニラカナとエスカトロジーワンパンできないんですよね。あ、で、アポロも紋章だもんね。アポロワンパンできなかったのっけ。うそ、紋章あってもできないのか。ゲージ、あ、入れましたもんね。入れた。ワンパンできない。アポロワンパンできなかったっけ。え、最近激撃エラーあったじゃないですか。誰かついてたの。そうか、ヒロさん、遊戯ついてたもんね。あと、こいつ激撃ついてんじゃん、こいつに。あれやんないとだよね。やばいじゃん、これ。あと5ターンですね、猶予は。これむずいっすね、これ。これむずいな。これだって騎士やんないと死ぬんですよね。ぷよちゃんは爆発しないんで。うわっ、これ騎士も耐え、こいつは大丈夫か。プヨのあれを受けちゃう。え？てか、そっか、やってたよね。騎士完全いつもなんかあれ倒してたから、このえ？これプヨより爆発高いんですね。プヨ即死ないんですよ。はい、どうする、これ。もう一回いきます。これ引き直す。これでも2回だけだから今回引き直していいんじゃない。引き直しますか、うん、もう一回いきますもんね。じゃあこれに追加で2回引いてドラフトにしようか。いきます。
いや、お前さ、カイン。まあ、貫通だったのは惜しいですね。ああ、まあやりやすいか。ちょっとね、まあ、ワンパン乗ったいんで、ちょっと身をつけれるやつにしたいですよね。できればね、戦撃とかがあるやつがあったら嬉しいですよね。何枚入ってんだよ。はい、何枚入ってんだよ、カイン。カインめっちゃ入ってんじゃん。嘘っしょ。これで一応全部貫通にはできる。いや、いや、カインさん。全部貫通にはできる。あと2いけばいいんですよね。あ、1枚ずつですよ。いいよ、じゃあ、いこう。あー、めっちゃマシになりましたよ。パンドラ進化。あー、適正。反射ではあるけれども。いや、これ、全部引いてもきついよ。もうエクソディア引くしかない。綺麗な。シャンバラ。あー。あー、はい、テンペンさん。シャンバラか。ラスト、今回はラストチャレンジ。いやー、マジ。行きましょう。はい。はい。運気5ボーナス来い。運気5ボーナス。運気5ボーナス。絶対無理でしょ、これだよね。もうびっくりする残りとらしいんじゃん。びっくりするぐらい残ってる。いや、これやばいっすね。メンツーよ。これパンドラになったら、これでもあのプヨは耐えれるじゃないですか。うん、とりあえずキシオだよね。騎士を延命するためには。オッケー。おー、うまっ。パンドラワンパンしますから。パンドラワンパンしますから。いいね、貫通スタート。こいつでもやれないっすね。ないよね、はい、こいつはやれんのかな。じゃあ闇はいけんすかね。サンダーバードよ。いや、サンダーバードよ。サンダーバードよね、問題はね。面白くなってきた。サンダー、え、これサンダーバード2回投げなきゃいけないでしょ、これ。いや、2回判定もらえないかな。まあ、あ、くっ、あー、きつくね、これ。アップルがいけんすかね。アプロで行くしかないよね。うん、サンダーバードやばいっすよね。あー、サンダーバード多勢。お、これは逆にいいんじゃないか。これパンドラさすがに倒せるよ、こいつは。パンドラはいけるよね。パンドラはいけるよね。これパンドラだよ。無理だよ、これ。ハーチャリングス倒せんの。あ、貫通、そうかそうか。いや、ナイス。パンドラやば。パンドラ強っ。パンドラすげー強く感じるな、これ。いや、そうだ、貫通なりさえすれば、もう中ボスなわけだけど。きつくね。いやー、ここ確かに超 AGB ないのマジ辛いな。もう行かなくなきゃいけない。稼げないもん。あー、行けそうだったな、でも。これね、きつ。ナイス。まあまあまあ、この辺はね。この間に入りさえすれば終わるってことだから。パンドラマジきついですよね。これきつっ。間に入るわけだよね。これきつ。反射になって切った間に入るだけ。うわ、パンドラかけるしかないですね。パンドラでもでかいな。これが、3ターンなんで、パンドラ打って、カイン打って、こっち来る。で、カイン打って、アポロ打って、パンドラになるから、これ次パンドラの時右ってことですよね。ってことは、これ右側に置ければ、そのままカーンいけると。お、あ、これ左じゃないよね。でも次右だよね、多分ね。どぎついっすね。どぎついっすね、これ。いやー、削りがやばいっすよね、とにかくね。削る、移動してくれるけど、雑魚処理しなきゃいけないじゃん。絶対ワンパンじゃないじゃん。これワンパンじゃないっすよね、これ。こいつどうなんだろう。
ワンパイア。ナイス。しかも上殴れねえし、今の。これきつっ。あ、ファンドの左だ。熱い。これはちょっと、じゃあこれずらさない方がいい。あ、どっちも大丈夫ですね。ワンワンでもやるんですよね。ワンワン、そうだよね。やるか。ワンパンじゃない。ワンパンじゃない。もう一回もう一回もう一回。オッケー。いけんじゃない。あ、違う違う違う、ファンダ違う。ブレインないっすよ。4ターンきつっ。だってあれ地雷取っとかないといけない。4ターンきつ。地雷取りの、いやでもダメージ受けちゃってもいいんじゃないですか。これじゃあ、はい、ハイリティ、ハイリ行くか。あ、そうですね、ハイリ行ったほうがいけそうな気がする、はい、ハイリ行った方がいい気がします。もうこれしょうがないですよね、削れないですもんね、だってもう受けるのしょうがない。まだあるか。いや、もうないんじゃない。これまだないかな。もうないんじゃないか。え、これサンダーバード回復されるじゃないですか。あ、これクリティカル。ユークリとか使えな。いや、これなんかいいとこ行ってんな。ワンチ、いや、あ、削ってもじゃないですか、だって次は、あ、削れきんないか。これは確定じゃないですか。これ削り、これガンいけないかな。さすがに、さすがにこっから半分削るかも怪しいと思います。半分削るのも怪しい。いやー、いや、やった方っちゃやった方か。もう一回あったらいけたな。前線は、あ、てかこれ何3ターンで、なんで俺今左と見間違えたんだろう。いや、これきついな。え、でも今いいとこまで行ったな。いいとこまで行きましたね。うん、でも1個目を倒したらボスですからね。そうだよね。はい、あー、何回かやればボスはいけそうだけどね。ファンドラ強っ。で、ファンドラ強いですね。ほんと。でもでもですね。確かにな、はい。ファンドラ紋章行ってたらいけましたね。ファンドラ紋章で行けた。でもファンドラあそこはあれで入ってもあんぐらいしかちょっと削れないのか、うん、やっぱり。削りですね。HP 高っ。やっぱ遊戯がいかに強かったか分かりますね。うん、はい。ですね。というわけなんで、うん、いや、これね、きついと思う。今回きつい戦いになると思うよ。そう、リベンジ、うん。これはね、ストックしておいてやって、はい、来週はちょっとね、遊戯王のパックもちょっと用意したいんで、それもまで遊戯王のパック理解ですけども。はい。城之内くんもいけますからね、うん、いやー、今惜しかったな。なんかいい、すげえ。ボスでいけたら嬉しかったですけどね、うん、次の目標はボス最終まで行ってみたいですけどね、うんうん、はい、はい、というわけなんで、でもこのメンツ行ってる人いそうじゃない。逆になんか今、あ、なんかさっきのもそうだけど、アポロが勇気だったら何回かやったらいけそう、うん、いやでもね、今いけそうと言ってるけどね、もう僕もここにやったんですけど、ボスクッソきついんですわ。本当に火力がマジ足んないっす。びっくりする。しかもこれワンパンできないってなると、もう完全にワンパンできないの、そのもうそれきついっすね。イコール削りの遅さに、もう遅さっていうか取り戻せないってなっちゃうから、ね、もうボス戦とかの2回目の呼び出し、1回目の呼び出しか、中間でからの呼び出し対応できないと思います。本当にでも闇はワンパンできてましたよね。闇にはできてた、できてた、うん、2ステージ目でできてた。ワンパンできるって大事っすね。大事じゃね、全然違うもんな。てかアポロが紋章つけてワンパンできないって結構やばくないですか。やば、結構ライン高いっすよね。はい、以上です。得るもの会えました。うん、なんで似たようなパーティーで勝ちましたとか、はい、同じパーティーで勝てたよという人はリプライいただければすごいねって言いますね、はい、これで勝ったら本当すごいと思う。相当すごいと思う。いや、すごい、本当にすごい。やばい、素晴らしいと思う。クリティカルで結構まぐれもないパーティーだから、うん、結構も実力だと思う。はい、以上、現場からは以上です。はい、まあ、なんで、コメント欄に、ね、お待ちしております、はい、いや、まあでも確かにウェアハウス枚数16になってるキャラむっちゃ少ないよね。少ない、ちゃんと力、はい、お願いします。
ナポとかいるはずなんだけどね。ナポはね、1枚かな、入ってたかな。買いすぎなんだよね。で今回だって8枚で3回でしょ。これやばくない？8引いて3回引ってやばくない？次回もこうなる可能性大いにあるから、ね、ありますね、全然ちょっとなんか、いいとこ引きたいですね。はい、さあ今回も、はい、リューメンタジオ1からお送りしました。ダブルシャシロでした。ご視聴ありがとうございました。